今日めちゃくちゃ暑いみたいですね、外は。暑いっす。ですね、はい、足噛むのはまあだいぶ減ったは減ったんですけど、はい、まあ、そういうやっぱ右足です。あのね、左と右と両方やってる。交互にやってる、はい、交互、そうなんですね。左ばっかでもないし、左やってるなと思うとなんか右やってるし、はい、こんな感じです。でも食欲とか元気はあるわけですね、まあ、そういうことやってるってことは、はいはい、でうんちもそれなりにいいんじゃない。うんちもするし、ナッパもよく食べるし、水浴びもするし、この時はこれ昨日ですけど、この時は左足やってる。あ、これ1週間前ですね。この時は左足で、あ、ちょっと待って、でも左足とやりだした足ばっかだけど、やりだすとしばらくはそっちの足ばっかりやってます。交互に噛むということはないです。ないですね。で一段落してまた、やりだすと今度右やるみたいな。握るのはどうです、握る力。あのですね、左足一本で立ってる時あるんで、その左ばっかりやってるから、その左の指が掴む力がないわけではないと思うんですよね。いや、反対、右と左と同じようにこう手のひざら同じように握ってます。どっちかがなんか握る力弱い感じ。いや、それはないです、あの手に乗せた時はその同じような感じで握ってますか、ね、はいはいはい。でこれがこれ昨日で、注意こっちもこれ右、あ、これ右だこれは右だ、これは右足をやってますね。でこれかなりしつこくやってるんですよ。でもこう 指の方だね、爪と、そうです、爪と爪 指の境目みたいな感じ。そうそうですね、爪の生え際っていうんですかね、これ、この時で55秒になったから多分1分ぐらいはやっとると思うんですよ、はい、でこういう時にやめさせようと思って、あの指隠すと、怒るんです。怒るカーって言って、だからよっぽどかゆいのかな、なんか気になるんだよね。でも両方って、でこの爪とさ、ね、指のさ、その境目の辺ってどう、あれ断面が赤くもないし、その、見た感じなんか赤いとかなんか変という感じはないんですよね、はい、ただその噛んでる時はこの爪がこう普段こうなってるのがちょっとこうコント反り上がったみたいな、そう、それでかじりやすいようにしてんだよね。ああ、だから、はい、そういう感じで。あと体重とかはどうですか、ね、体重とかは、体重はですね、別に、ずっと20、これが寝るとき23で、23台で、朝が22ぐらいで、夜が 23.1 とかですかね。そうですね、そんな感じですね。23.まあ、はい、その時によって違うけど、23.0 から 23.7 ぐらいの時なんだね。そうですね、だから別にその痩せてったとかそういうこともないし、餌も普通に食べるし。わかりました、あれは作ってみたエリアですから。まあちょっと難しいなと思ってる。いや、難しいんですよ、だからあの本当作るんだったら、本当は、もっと頻繁にやるんだったら、作ろうかなと思うけど、だいぶ回数も減ったんで。減ってます。まあ、この薬で減ってくれればね、要は B の薬がさ、結構かゆみを抑える働きがある薬なんでね。はいはいはい、で、一日おきにこうやって、やってるんです、B は。はい、じゃあ今日はね、B の薬の量をね、下げますんでね、ちょっとだけ。ああ、そうですか、はい。で、少しずつ下げてきますからね。はい、ただ少しずつっていうのは、その、毎日下げるんじゃなくて、2週間単位で下げさせてもらいますので。ですね、だから、はい、ここに書いておこうかな。今日が2日だから、あの薬の B の薬ね、あのプレドニゾロン、プレドニゾロン、そういう薬が入ってるわけね。これが、まあ、はい、あのステロイドホルモン、ステロイドホルモンの副腎素ホルモンですね。はいはい、
番よく使うステロイドですけどね、はい、まあ欲しくは入んないけど、今が5ミリの、まあ、4分の1束入ってるんですけど、これを5ミリの、まあ、16分の 3にします。だから16分の1だけ、ほんのちょっとだけ減らさせてもらいます、はいはい、でこれで頻度がだんだん下がってきてるならいいんだけど、うん、下がったらこの頻度がガーッと上がるんだったらまたいい。この週間で、まあ、頻度は下がったかなとは感じはしますね。前はもう本当に暇さえあればっていう感じでしたけど、まあそれはまあ見てる範囲での頻度ですかね。まあまあそうですね、一日中見てるわけじゃないですからね、うん、ちょっとそれは何とも言えないんですけど、はい、わかりました。うんちも50、60前後ぐらい出てるんだね。出てる時もありますね。72の時もあるし、どうしてもこう一箇所に固まっとると、まあ難しいですよね。ね、でちょっと散らばっとるとなんか数が多くなるし、だから実際はその多い数ぐらいしてんだろうなと思って。わかりました。まあ、とりあえずは体重が同じような体重でね、維持されてないと。はい、弱ってっちゃいますんでね、はい、であとサイズの方はあります？ちゃんと泣いてます。泣いてます、はい、これも結構 よく泣きます、はい、サイズも結構大事なサインなんでね。ああ、はい、調子悪くなればサイズが減ってくるし、あ、はいはい、うん、もう泣かんかサイズらんかったら結構調子悪いですからね。あ、そういう子は体重が維持されてねとかさ、そういうことですね。まあ、もともとあの、もう1羽に比べて、この黒い方はよく鳴くんで、まあ、なんていうかな、鳴くいってもあのこう呼び鳴き、はい、みたいな感じで、あの家帰ってくるガチャガチャってあの扉開けると鳴くとか。じゃあ、あと何かありますでしょうかね。あと、あの今そうですね、大体3分の1、あの餌の3分の1ぐらい飼料やって、ここにありますけど、まあ、あの上がこれ飼料です。あ、じゃない、ペレットです。で、下のこの 0. いくつっていうのが飼料ですけども、でこれ 4.6 ですね。ペレットが 4.6 で、はい、で 0.8 があの普通のシードで 0.3 があれです、はい、カナリアシード。なるほど、はい、ちょっとカナリアシードが好きなので、うん、まあ、ちょっとでもあげようと思ってやってるんですけど、うん、なるほどね。まあだからね、カナリアシードね、体重との相談です。どん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 増えてっちゃうようだったらちょっと加減した方が、まあ、カナリアは抑えて、うん、だけどカナリアシードがいる時っていうのはやっぱ体重が悪い時とか、はいはい、とや羽が生え変わってる時とか、はいはい、卵産んでる時とか、あ、そういった時はカナリアシードを多くしてもいいしね、要は脂肪分が多くてカロリーがたくさんあるから、あ、そういう感覚でやっていただけるといいかなと思いますからね。今ちょっとさ、ストレスがあるわけじゃないですか、こういうとこかじったりして、あ、うん、だから多少カナリアシードあってもいいんですよ。あ、なるほど、うん、要はストレス、病気とかストレスがあるときはちょっとカロリーが、うん、あー、高い、あの高いものをやっても、はい、だけどもどんどん体重が増えていっちゃうようだったら外で量を少しずつ、この例えば 0.3、やってたらちょっと 0.2 にするとかね、はい、そこは加減した方がいいですよ、はいはい、そんな感じでやってもらうといいですよね。で、普通の皮付き混合アワヒエキビ丸いやつ、はいはいはい、はまあ別にそこそこ食べてもいいし、でペレットが下で食べてればその方が栄養のバランスがいいですから、この辺はまあコンスタントにやっちゃってもいいかなと思いますね。これでもカナリアシード、このこちらにもカナリアシード入ってません？ちょっと入ってます。入ってますよね。入ってます。でそれにプラスアルファカナリアシード、そうです、そうです、そういうことですね、はいはい、分かります。なかなか最近カナリアシードはないやつ、ないです、ね、昔は売ってたけどないんですよね、探さんとないです今。探してもないですよ、なかなか。あ、そうですか、うん、あ、昔はアワとヒエとキビとカナリアシードだったさ、はい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 、水ホッカなんかでさ、アワ、ヒエ、キビをこれぐらいで、カナリアシードこれぐらいの割合でって、うん、そうやって変えたりもしたんですね。相当昔ですけど、はあはあ、もうそんなんないもんね。今ホームセンターとかそういうところでまとまった、ううね、ね、もうちゃんと最初から配合されてるやつですから、でホームセンターの結局そのまあ品ぞろえが豊富なところへ行って、そう行っちゃ買ってくるんですよ。でその方が、回ってるから古くない。そうですよね、うん、あんまりたまにさ古い
帰って小鳥屋さんなんかで買うとさ、古くて虫が湧いてるのもいたりするんで、あったりするんですよね。で、まあ、袋にあの、なんて賞味期限中に書いてある、はいはい、それ守っとけばいいですよね。まあ、でも一応でも開封した時には気をつけてみてください。あ、はいはい、いくら守ってても運が悪く虫湧いちゃうこともあるかもしれません。絶対ないとそれはいけないと思いますね。やっぱりペレットなんかは早いですね、賞味期限。はい、うん、だから傷みやすいですね、あれは加工したやつ で、うん、で、傷みやすいですよ。だから、なんだっけ、小分けした方がいいんですね。あー、要は開けたり閉めたりするとそれで傷みやすいんです。あ、はいはい、あ、なるほど。だからもう1回開けたら、うん、いくつかに分けといて、軸かなんかで開け閉めをなるべく最小限にしてあげると、結構いいんじゃないかなと思いますけど、もしそこまでやってもらえればね、なんかちょっとな、瓶みたいな、ちょっと蓋のパカッとできる、その瓶みたいなものに入れ替えてやってるんですけど、それでもいいですよ。だからそれを小分けにして開け閉めをなるべくいうことですね、うん、少なくするということは、はい、と分けといた方がいいですよね。それともう一ついいですか、はい、そのもう一匹の方、白い方が、はい、白文鳥の方が、はい、ちょっと羽がちょっとちょこちょこ抜けるんですけど、はい、別にそれは地肌が見えてるようではおかしい。いやだったらちょこちょこ抜けるのはね、トヤです。あ、そうですか、うん、別に問題ない。問題ないと思いますけどね。地肌が見えるような抜け方したらそれは問題あるんですけど、まあ、ちょこちょこ普通にこの辺のちっちゃい羽とか、うん、ちょっとパラパラパラ散見されるのと、それから飾り羽でも2枚ぐらい落ちとったり、うん、だから、そう、トヤはね、本当はね、ええ、これカームって書いて、まあ、カームともいうし、はい、トヤともいうんですけど、はい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 、本当は春と秋になりますわね、野生だったら、あ、はいはい、温度差の激しいところに住んでれば、ええ、でドバッと抜けて、まあ、ドバッと生えると。だけど家の中で飼われてる子は温度差が少ないから、こんな春と秋にドバじゃないんでね、一年中一つずつ一つずつ取れては、あ、なるほど、そうそう、どう、トヤがあると、なんちゅうんだっけ、防御、防御、はい、まあ、なぜか知らないけど、防御って言うんですけど、こういうツクツクしたのが出てきますよね。はい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 、はい、ね、うん、で、抜けてツクツクしたのが出てきて、それで地肌が見えずに生え変わってくってくれれば、それは正常ですよ。ね、ただ、春と秋と言われて、もう年中ですよ、普通の飼い鳥は。あ、なるほど。年中でもない時も、防御が出ない時もありますけどね、こっちは。入れなければそんなに羽は抜けないかなと思いますけど、でもそういう時はそう、さっきの金谷シードをちょろっとしちゃうと正解なんです。なるほど、怪獣と相談したからね。あ、なるほどね、はい、と思います。で、そのストレスで抜けるとかそういうこともあるんですか？あります。あります、あります。だから問題行動で自分で抜いちゃう子もいます。それで、ね、直すの難しいんですけどね。ないみたいなんですけどね、うん、あとホルモンバランスが崩れてて、なんか抜いちゃうとか、あそこは自分で抜けちゃう、抜かなくてもなんか抜けていっちゃうケースもあるんですよ。とにかく地肌が見えてたらおかしいですよね。まあ、それはもう全くないんで、その、いや、本当に、はい、問題行動で抜いちゃう子の場合はさ、もう地肌が見えるほど抜いちゃいますよね。もうそれこそエリザベスカラーいりますよね。あ、なるほどね。でもなかなかそれを直すの難しいんですよ。で、この白ちゃんがこの黒ちゃんが好き で白は黒の方が寄ってくるんですけど、うん、黒はそれはさほどでもないもんでなのでそれがちょっとこの子ストレスなのかなと。両方メスなんですけどね、これ。あ、そうなんだ。一緒の籠じゃないんですね。別々の籠です。別々の籠で、隣に置いておくと白がいる。で、一緒に出すともう付き合いになるじゃないもんで、もう一緒には出せないから一羽ずつ出すんです。ね、そうすると一羽出すと、その白は黒の籠のところへ寄ってて、うん、で、籠の入り口に水浴びする容器があるんですけど、その上に乗って、そばへ行こうとするんですよ。ミクロちゃんを出した時は全然シロちゃんのことはどこには行かないの？もうほとんど行かないですね。全く行かないことはないですけど。なるほどね。まあ、それはちょっとその子の、まあ、そうですね、考えてることがあるんですから。いろいろ性格があるみたいで。はい、というとこですかね。はい。
じゃあ、はい、ね、はい、クロちゃんはさ、かゆがってるからさ、はい、まあ、また、はい、なんだっけ、抗寄生虫薬を前付けさせてもらったんだよね、4月5日にね。ああ、はい、だから、あれが効いてるのが1ヶ月だから、まあ、はい、あんまりかゆがってるから、1ヶ月、1回ぐらいはつけれたら、つけた方がいいかなと思います。じゃあ、まあ、1回連れてきますわ。うん、連れてくれる時があったら連れてきてください。わ、はい、かりました。じゃあお薬ね、A は一緒の内容ですけど、はい、あの B に関してはあのちょっとだけ量を減らしますので、わかりました。はい、じゃあそれでお作りしますね。はい、お願いします。ありがとうございます。